今後ですね、高齢化とともに少なくなりつつあります。これが本町通りですね、ここ本町三丁目です。諏訪野町の人口はおよそ7700人、ここ10年で2000人近く減少してしまったそうです。そんな諏訪野町をなんとか元気にしたいと、田代さんは農家の立場からいろいろ考えてきました。はい、納品に来ました。よろしくお願いします。やってきたのは創業300年の造り酒。ここに栗ようかんを置いてもらったんですね。一緒に諏訪野を盛り上げていこう、思いは一つです。